日本の東海上にある台風19号の最新の情報です。気象衛星の映像です。台風19号の雲ですけれども、現在はこの辺りです。中心が現在この付近に9時の時点で解析されております。台風の西側、南側にはすでに非常に乾燥した空気が流れ込み、秋雨前線にも接近して、台風の構造をどんどん温帯低気圧に変わってきているような状況となっています。今後台風としての顕著な発達はなく、温帯低気圧に変わりながら少し周辺の風を強める予想です。気象庁朝9時の観測に基づく最新の台風19号の予想進路です。10日木曜日午前9時現在、台風19号中心付近の最大風速は台風としてギリギリ下限の18メートル程度と解析されています。中心気圧は996ヘクトパスカル、1時間に25キロの速さで北北東に進んでいます。台風は今後も北向きに進み、明日金曜日朝9時には温帯低気圧に変わる見込みです。温帯低気圧に変わりつつ、中心付近の最大風速は25メートル以上となり、また強い風の範囲は台風の状態にあるよりも温帯低気圧化してからの方がやや広く風が強まる見込みとなっています。この台風19号による直接の雨風の影響は日本付近へはありません。ただ台風北上するのに伴いまして、秋雨前線と一体化しながら、特に日本の東海上、千島方面で風や波を高める見込みです。概要を公開する船舶などに対しては引き続き注意警戒が必要な状況となっています。台風19号の最新情報をお伝えいたしました。